ね、こんな感じのチークおもちゃあるやろ。こんな命がけのチークおもちゃは嫌だ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで次の回に行きますか。次は10回かな。ついに2桁突入する。次はどんな感じの回やろね。毎回毎回こう世界観が全く違うけん楽しいよね。最初の方はなんかまあホテルやなって感じやったけど、普通にデザートフロア、デザート、甘いやつ、お菓子、何あれ、何の形、どんな感じの場所、なんか思っとる感じと全然違うんやけど。うぅ、びっくりした。え？これデザート、なんかよくわからん果物が。なに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 、え？床、罠？え、なんなんそれ、どういう、ひえーひえー、ねえ、なんかこれさ、これなんかくっつけれそうじゃない？え、違うんかな？もうちょいこっち？てかなんか蛇みたいなの出てきたよね、今。くっつけれんかった。え、なにこれ？全然デザートじゃなくない？砂漠の方のデザートじゃないですか？そういうこと？デザートって。デザートじゃなくてデザートってこと？5回も解けたところで、ドアの向こうへ。すごい、なんかどこまでも続きそうな感じの場所やね。やば、ん、なんか埋もれてない、これ、なんこれ、なんかテレサっぽいもの埋もれとった。あ、テレサや、テレサ、ほら、これどうすればいいんやろ、なんかするんかな。よくわからんけど、とりあえず、いや関係ない。なんかちょっと光よりよね、これなんなんやろ。なんでもないんかな。なんもできん。なんか、奥のさ、あっこの部分からなんか煙みたいなんだよな。こういう場所ってなんかありそうな感じするよね。あ、なんか出て、え、骨、骨、ね、骨出てきたよ、骨。へぇ、ま、なにこれ。あ、宝石。コブラ型？へぇー。あ、奥だけじゃないや、ここもや。これなんなん？普通にな、あ、なに？特になんもないところでもこうやってなんか、あ、土がめっちゃ動かせる。土っていうか砂？めっちゃ動かせるやん。今の何やったんやろ。なんかよくわからん。これなんかあれじゃない？ペタンってくっつけて、ほら。あ、ここ、あれ、グーエージ入っていけるんじゃない？入っていけん？入れんのかーい。全然入れんかった。なに？ちょ、待って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 って。このハリボテも特に、ね。なんというわけでもなく。一通り、外の探索&雑魚敵をやっつけ終わった後、真ん中に鎮座する怪しいピラミッドの方へ。なんもないな。ねえねえ、何か、何、なんか調べれる？え、何？それ開くの？開いた。あっち側は何なんやろ。でも、こっちで開いたけん、とりあえず進むか。行きます。何？なんか普通に、あ、え、何これ？棺？女の人おるよ、なんか。クレオパトラ？クレオパトラのお化け？これから戦うのかしら。何やってるか。あ、おい、ちょっと、ちょっと落とされ、え？
何？どこですかこれは？何？閉じ込められた？びっくりした。何が起きた？あ、雲がおるよ、雲が。なんかすごい、より一層暗い場所に落とされてしまった。はい、何でしょう？ハロー。ル、ジ君、キコ、カネ。急に通信状態が悪くなったがどうしたんじゃ？何？砂底深くに落とされたじゃと？そいつはピラミッドの仕掛けじゃな。ルイージ君、なんとかして脱出ルートを探すんじゃ。くれぐれも仕掛けには気をつけて進むんじゃよ。後半はバリバリ電波の調子良さそうでしたね。まあ、だってエレベーター降りて速攻で罠あったもんね。うえ、なんか一匹じゃなかった。なに？なんかヘビいるんですけど、やめて。てか周りのさ、このヘビのやつめっちゃさ、目光っとるの怖くない？ん？なんかめっちゃ周りいっぱい雲おるやん。あー、痛い痛い痛い。ちょ、助けて助けて助けて。毒ヘビ？毒ヘビなの？おい、ひっぺがす。やべえ、やべえ場所に来てしまった。なにこれ、なんかこれだけ違う。これクレオパトラの像じゃない？ほら、なんか不気味やけど、めっちゃ、あ、石像。おお、なんか上がってった。明かりが入ってきたよ。そこから、あ、これもしかして2人。なに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 、え、なに？砂が落ちてきてるだけ？なんかボタボタと蛇が落ちてきてるわけじゃないよね。なんかめっちゃどんどん埋もれていくけど大丈夫か？え、てか、ここが開いたのはいいんだけど、その後何するの？ねえ、埋もれる、やめて。あ、もしかして、ちょっと待って。あ、違う違う、これで、これで足場を高くしてそっから出れるとか、そういうことじゃない？違う？違うんかな。でもさ、こんだけ砂が増やされるってことは、なんかそういう感じじゃないん？どうや？全く見えん。いけるんじゃない？あ、ほらほらほら、出れた。ちょ、待って、目の前。お金もたくさん。なにもう、また罠？痛い！これはあれだね、グイージの出番だよね。あれや、あの、お城の時と同じような感じや。あ、これで閉じれる。オッケー。はい、ルイージ行くぜ。あの、お城の時の弓矢と同じような感じ。いやー、また雲がいるよ。雲だらけやん、やめて。あ、ハート。ハート大事よ、ハート。なにこれ？ひっつき？なんかコウモリ一緒についてきたけど。これ扉なん？ん？なんか、これ水？砂？水かな？どうやら上の方に扉があるようじゃな。そこから地上へ戻れるんじゃないかの。ルイジ君、あの扉へたどり着く方法をどうにか探ってみるんじゃ。なんかめっちゃ怪しげな像があるけど、これはいかにもすぎない？ちょっとお供えのお供えされてるお金をいただいていきます。ん？こっち側なんもない。それが何かヒントになってたりはしないな。てか、この辺さっきなんか X ボタンのマークで撮ったんやけど。あー、壺か。壺の中からハート。そういうこともあるのね。よいしょ。やったー、満タン。これは？なんか中入っていけそうじゃない？いや、それはないか。この扉普通に入れるんやない？入れんな。しまった。お化け？あ、あれなんか開けれそう、横のやつ。ミイラ！ね、ミイラ出てきてよ、ミイラ。
あ、ちょっと待って、いやー、なに、こいつは何をどういう感じにすればいいんやろ。包帯をひっぺがす。ちょ待って、あの、ハート、ハート、ハート、包帯ひっぺがせるんか、これ。ひっぺがせんような気がしてきた。こいつに、あこいつに全然ひっつかん。無理か。吹き飛ばす、いや、できない。なんだ、どうすればいいんだ。この辺のもので、あ、てかこいつ一体だけなんや。中ボスみたいな感じかな。ちょ、待って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 、え、このミイラはどこまでも君を追いかけてくるぞい。まずはどうにかしてすっ転ばすんじゃ。すっ転ばす、すっ転ばす、えい、あれや、ストロボ焚いたらめちゃくちゃ、この辺のツボってことか。やっぱりストロボ焚いたらめちゃくちゃ追いかけてくる。怖い、あー、怖い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 、やめてやめてやめて。でものんびりのんびりなのがね、まだよかったから。すっ転ばんやん。博士のヒントはあったもののやり方が分からず悪戦苦闘していると、見かねた博士からさらなるヒントが。バーストでミイラのバランスを崩してやれんか。何度かバーストすればすっ転ばせるんじゃないかな。あ、そういうこと。バースト、はい、すっ転ばしたらぐるぐる巻きの包帯を吸い取ってやるんじゃ。おーおーおお、考え方的には合ってるのか。よいしょ、ひっぺがせる。あ、なんか後ろに尻尾みたいなのついとる。そこ、そこを狙って、よし、おお、あれーってやつやね。え、中身出てきた。中身全然怖くない。今まで通りの、今まで通りのお化けやないか。よっしゃい、ふぅイエス、イエス、やったね。さあ、これで地上に出られるんかな。その前に、え、なに、え、え、なに、テレサの顔、まだ発動した。ってことはこっちもってことか。じゃあその前にこれが気になっとってさ、よいしょ、いいよ、お金だけか。え、なに、え、ちょっと待って、ちょっと待って、やめて。あ、なんかテレサの顔戻っとる。何度でも復活する罠ってこと？やめてよー。ここは何？何をするところかわからんけど、この穴が非常に気になる。なんなんこれ。なんすかこの穴。これを、今、ちょうど、へい！開いた！てかなんかいっぱい、もうこっち側にもさ、罰っていうのがあるんやけど、これは、なんか、それぞれに合うものを入れるとかそういうこと？なんかあの、ちっちゃい子のさ、チークおもちゃみたいなのであるやん。そういう感じの。そういうやつじゃない？ハート。え、なになになに？びっくりした。やめてや。やめてや、まったく。え、閉じ込められた。でもハートも一緒に入ってきた。何、毒毒毒毒毒、え、待って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 、何何何何、ちょ、ハートハートハート、全然閉じ込められてない。これ何、あ、なんかめっちゃダメージ受けよる。あ、これまたあれやない、あ、このいけ、おし、砂の中にいろいろあるってことか。あ、じゃあこれも、え、なにこれ、壺か。ちょっとダメージめっちゃ受けるんですけど、え、なに、待って待って、これは何、三角、え、どこ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 、こっち、どれどれどれ、三角、三、あ、あっちや。体力が、
ここ。はい。よし。こういう感じで探していけってこと？ちょいちょい回復もあるけんいいんだけども。お、これは？四角。四角、四角、四角、そこ。はい、はい。いいよ。で、あと丸と三角と四角が。どこや、あと。丸来た！ちもってハート、はい。ちもって早く。丸。なんかどっかからネズミみたいな声も聞こえるな。よいしょ。で、あと三角と四角。どこや？うわー、でもだいぶ回復しとるけん。ゲホゲホ言えるけど、まあ大丈夫でしょうって感じやね。ほら。めっちゃハート出てくるもん。なかなかちょっと後のがないんだけど。てか思いっきり棺出てきたし。あの辺ハートあるね。ほら、砂の上からでもわかる。え、待って、なくない？え、ないやん、ないやん。え、ないよ。ほら、ない。この中とか？そんなこともあったりする？え、ない、全然。あ、あった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 、四角。ってことは、壺の中とかにもあったりするんかな、もしかして。よいしょ。え、でも、壺は、こうか。いけ！ない。よっ、いけ、あった、三角、あと一箇所、あそこや、どこ、そこ、ふー、全部塞げたね、こんな感じのチークおもちゃあるやろ。こんな命がけのチークおもちゃは嫌だ。ここは一体どこなんだ。戻れる？よく何のためらいもなくできるね。あ、さっきのとこやねん、これ。え、なんか蛇みたいなの出てきたよ。ま、作り物みたいやったけど。で？めっちゃガタガタ震えるけど。とりあえず、え、なんなんやろ？戻ればいいの？戻ってきたけど。あの上の部屋に行くんじゃなかったの？何何何？ちょっと何が起こったのかいまいちよくわからないけど。何？あ、あの罠が作動したんか。これはああ、何かしらまたミニゲームっぽいものが始まりそうな感じやね。ほい、ってことで、ちょっと今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかめちゃくちゃいろんな仕掛けがあるけど、なんか子供向けのね、チークおもちゃみたいな感じで私は結構楽しかった。今回の次のとここもそういう感じかな。なんかいろいろな絵が描いてある。